んと来て、じゃあ、今度は青森の、はい。どうも。あ、よかった。はい。どうぞ、なんかおっしゃってください。何か、進行上のことで何かありますか？私は今ほら、ツイッターとかやってたんですけど、固定ツイート、今、1900件以上ぐらいなんか閲覧していただいてて、で、すごいなとか思ってて、で、なんかアンチの方々っているんですけど、学会の中でも、アンチの方々って学会に対してアンチでもあるんだけど、少数に対してもアンチだったりとかして、で、なんか、学会やめたとしても、もう宗教やないっていう感じの方々が多くてですね、だからちょっと悩むなっていうとこがあって、で、よく本山の本門会談の醍醐門の画像とかを結局そのままアップしたりとか、あと偽本尊そのままアップしたりとか、結構そういうの多かったりとかですね、ちょっと対処にちょっと困るから、ちょっと何も手つけない状況でいたりとかするんですけど、なんか私と一部体験とかもやった時に、あと今東北研修道場ってもう喋っちゃうんですけど、池田大作さんの蒙古本尊あるかもしれないっていうので、自分が見学した時の体験談とかバーッとアップしたら、結構反響じゃないんだけどあったりとかして、で、お墓の問題とかなんか今出てきてるような感じで、学会の人たちが結局墓園の墓地買わされたとかいろいろ文句いっぱい喋ってたりとかしてですね、熱田村の墓地最初だったよねとか、結構ツイッターとかでいっぱい入ってくるんですけど、でもなんかアンチの方々がすごいものすごい学会の中のことこうだって暴露してるのが今すごくてですね、なんかそれも利用しながら着服につなげていけたらいいんですけど、まだまだ自分もちょっとやんなきゃいけないことはあって、まだやれてない状況なんですけど、ちょっとずつでも前に進んで着服が上がっていけたらいいなとは思ってました。はい。ぜひね、せっかくツイッターというね、そういう武器を手に入れたわけですから、もうひたすらやっぱり学会のそういう邪気をなぎ倒していくと。しかも、おっしゃる通り、召集に対する、邪難も言ってる。要は、学会も変だけど、召集だって変じゃねえかっていうね。そうなんですよ。でも、そんなものはね、ある意味、ツイッターってのは、割とクズが集まりやすいんです。そんなクズは、バチバチね、呵責してきゃいいんですよ。もう日蓮召集の醍醐本尊しかね、もう正しい信仰はないんだから、もう結論出てんだと。で、お前らそんなこと言ってて、お前らなんだって。ね、自分の生老病死の問題も解決できないで、生意気言うんじゃねえよって言ってやらいいんですよ、そんなもの。てめえの足元見てみろって。どうせろくな生活しねえから、そんな奴ら。そういうね、醍醐本尊に誹謗してくるようなものなんかね、本当にもう、バサバサ切ってやらいいんです。よっぽどの真面目なものじゃない限りは、まっとうに付き合う必要ない。バッチンバチン嫌いんです。なんかこのまま、例えば脱会して、そのまんま何にももう宗教やらないっていう感じの子が結構多くてですね、見てると。で、最終的には、単悪道に陥るのかなとかっていうふうに言ってたりして、ね。いや、落ちますよ。分かってやってるので、そうですもんね。いや、分かっていないんですよ。だから、そういうやつは懲りなきゃダメなんだよ、やっぱ。懲れる必要もあるの。三悪道に行ってこいって一回。もうすでに折ってんだし、折ってんのに分かんないんですよ。本当にね、このご本尊様のね、功徳にこの光に満ち溢れた生活っていうことはね、体験したものしか分からんのだよ。それ以外のものはみんなもうすでにこの状態で三悪道なんだから、普通に暮らしてるつもりでもみんな三悪道、それはご本尊のこの慈悲の光に照らされてる人たちのみが忍界以上なんですよね。だから口で言って分かるもんじゃないんです。ですよね。だからもっと不幸を味わわなきゃ分からんかと、おバカ者がと、言ってこいと、誰も止めないと、甘えさんが痛いの私には1ミリも痛くねえしと。で、反省してからもう一回来いって言うんですよ、そういうのは。だからね、あんまりぐじゅうじ言ってるやつらって相手する人ないから、エネルギーがもったいないし、またちょっと、俺もそのツイッター的にいろいろ、前やってて、今俺アカウント潰されちゃって、次に立ち上げたけど、あんまりそれがこう立ち上がってこないんだけどさ。あの、だあけど前も思ったけど、あ、うなんつうん、まず文字数が少ないでしょ、表現できうる。ん、だか字ら、数少ないですもんね。まともな論う議できないんですん、よ、あんなとこは。ただうディん、スり合うだけ、相手を。うん、うん、まあいいこと書く人もいるけどさ、うん。だけど大概やっぱり、日蓮召集というものをこう立ち上げた時に、大う体ん、寄ってくるやつは、うん、もうそういうクズが多い、ツイッターうは。ん。なんか文句を言いたくてこう絡んそでくるみたう、いな、そそんな感じもあったりとかしますよね。う。要するに草う陰に隠れん、てね、自分はアカウンうトだけだん、から、本名も何うもわからんん、と、姿もう隠しん、て、で、草う陰にん、隠れて、石つぶってだけはこうやって投げたいわけよ、ビャーン。うん、そういうね、クズが多いので、あうんまりそれん、をまっとうにいちいちお付き合いしちゃうとね、こっちうはん、一生成仏っていう大事な目的があるんだから、うあん。の、あんまりクズどもとにエネルギー使うってのはもったいないよ。なんかいきなり30何人のところに結局わかんないで返信しちゃったから、そこから帰ってくるのが30何人ぐらいの中からボンボンボンってこう入ってくる状況なんですよ。だからっていう感じなんだけど、でも見てると結局自分の知らないこととかもボンボンこう入ってきたりとかしてね、ああ、こうなんだなって勉強を逆にさせてもらったりとかしてる部分もあったりとかしてですね、うん、ああ、こういうふうに思ってるんだなとか、今の2世3世さんってこうなんだなとか、学ばせてもらってる部分もあったりとかして、で、まだ今こう反論すごくバーンっていける状況ではないんですけど、徐々にこう反論をかけていきたいなとか思ってはいるんですね。うはい。ん、まだ自分がついてやらなきゃいけない部分もあったりとかして、まだ大事なこともまだあって、究極の部分ってまだちょっとアップできてないので、それからちょっとどうなるかなみたいな感じもあるんですけど、はい。でもまず、反響はちょっと少しずつあるのかなっていう感じは、感じてます。はい。はい。はい。いずれにせよ、徐々ね、に、はい。邪衆邪義撲滅のために、そうですうね。ん、はい。とはもい。どもにやってまいりましょはい。う。ははい。あい。りがとうございます。はい。よろしくお願いします。はい。よはろしくい。お願いします。はい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 。